ご視聴いただきましてありがとうございます。東京のヘビです。全世界待望、そして全ユーザー大歓喜の情報が発表されました。 PS4 史上最高のゲームとまで言われたマーベルズスパイダーマン、その続編が決定しました。ちなみにこのチャンネルでもマーベルズスパイダーマンを実況していましたが、今回から PS5 版になっています。PS4 の時ですでに最高峰のゲームだったのですが、 PS5 になったからってそれほど変わらないだろうと正直思っていましたけど、さすがでした。全然違います。素晴らしいです。続編が出ること自体は皆様も予想というか当然出るであろうと考えていたと思いますが、問題はそこではなくて発売時期、そしてヴィラン、つまり敵が誰になるかということですよね。スパイダーマンはとても魅力的で人気のヴィランが数多く登場します。その中でも特に人気が高いのはベノム、グリーンゴブリン、そして前作登場したドクター・オクトパスなんではないでしょうか。わかりやすく言うとグリーンゴブリンがクッパ、ベノムはワリオ、オクトパスはタタンガですかね。今回発表されたのはアメコミキャラの中でも、そして私がアメコミで最も大好きなベノムが発表されました。アメコミはいろいろな世界線でありまして、スパイダーマンと一言に言ってもこれもいろいろな世界線が存在しますので、今回はスパイダーマンやベノムの歴史説明は省きますが、ベノムに関して一つ話しますと、スパイダーマンの敵キャラクターであるにもかかわらず単独映画が制作されているほどです。先ほども軽く話しましたが、私がアメコミ、そして海外の映画キャラクターで大好きなのはベノムとダース・ベイダーの2トップなんですよね。アメコミを好きになったきっかけや MCU、アベンジャーズなどのマーベル・シネマ・ユニバースを好きになったきっかけは全てベノムのおかげです。まあベノムを語り出してしまいますと、そうですね、動画時間が8時間ぐらいになっちゃいますので、ここからは今回公開された情報を見ていきましょう。開発は前作2019年に発売されたマーベルズ・スパイダーマンと追加ストーリーであるマーベルズ・スパイダーマン・マイルズ・モラレスのインソムニアック・ゲームズです。プレイされた方であれば衝撃だったと思います。これだけのグラフィック、オープンワールドなのにもかかわらずロード時間がものすごく短いんですよ。プレイ自体もすごく面白いのですが、とにかくプレイしていて全くストレスを感じない仕様になっていたんです。まあ私のようにパズル要素が得意でない方はちょっと苦戦する場面もあるかもしれませんけどね。続編となるマーベルズ・スパイダーマン2、公開された内容を見ますと、前作前々作で主人公でしたピーターとマイルズが映っています。私の予想ではプレイアブルキャラが2人のダブル主人公だと思うのですけど、世間の反応を見るとマイルズは NPC なのではないかとも言われていました。パートごとに分かれていて、フリーであれば好きな方を使える感じなんでしょうかね。一応前作の主人公でもありますので、マイルズが使えないとなると少し残念ですので、まあ、ここは問題なく使えるのではないかなとは思っています。ピーターは前作同様、いろいろなガジェットを駆使して戦うタイプになりそうです。映像ではアイアンスパイダーが使用していた装備のようなものを使って戦っていました。マイルズはもちろん電気ビリビリさせていましたね。同じスパイダーマンでも初代と2代目では戦闘方法が違うので、どちらでプレイしていても楽しいのは間違いないと思います。ちなみにこのチャンネルでも近々実況できるようにマイルズ・モラレスを裏作業中です。スパイダーマンもしくはアベンジャーズ好きの視聴者様いらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てくださいね。そしてなんといっても最大の見せ場はベノムです。ベノム、ベノムと言って見ていて、姿が見えた時は本当に興奮しました。いやーベノムって言ってくれって祈ってましたね。ただベノムが一番好きな私からするとベノムを操作したいんですけど、これはちょっと厳しいかもしれませんね。一応スパイダーマンがメインのゲームではありますしね。チャンスがあるとすれば追加 DLC でしょうか。前作もシーズンパスがありまして、そこでヴィランが追加されましたので、もしベノムを使えるようになるのであれば、やはり相手はカーネイジですよね。ベノム映画の続編ではついにカーネイジが登場しますので、というかベノム主演という段階でカーネイジは当然なんですけど、映画で出た後にこちらのゲームに登場してくれれば最高のサプライズになるでしょう。
昔発売されたスパイダーマンのゲームではカーネイジが出演していました。私はベノムで大満足しちゃってますけど、このゲームをプレイした方、そしてスパイダーマンが好きな方からすると、やはりグリーンゴブリンの登場も気になるところですよね。正直前作の流れからするとそれほど引っ張る感じではないのかなと思いますので、個人的には今回グリーンゴブリンも登場するのかなと思っています。そしてこのゲームに関してなんですけど、誰がベノムになるのかということも気になります。やはりエディなのか、それともまさかのハリーなのか。まあどちらにせよフラッシュではないでしょうねそこはね間違いないと思います。ちなみにサプライズと言いますと、実はもう一つありまして、この制作しているインソムニアックゲームズ、マーベルズスパイダーマン2と同時にウルヴァリンのゲームも作っているという発表もされました。ウルヴァリンもものすごく人気のキャラクターですからね、喜んだ方は世界中に大勢いたと思います。私は個人的に X メン嫌いではないんですけど、それほど詳しくもないので、ウルヴァリンに関してはちょっとやるかどうかわからないんですけども、マーベルのゲームがいっぱい出てくれるということに関しては嬉しいですね。これでアベンジャーズ、そしてスパイダーマン、あとガーディアンズオブギャラクシーも出ますから、この調子でどんどんマーベル関係を盛り上げていってほしいと思いますね。これは別の動画を作って紹介しようと思っているんですけれど、このスパイダーマンと一緒にこのチャンネルでも実況しておりますマーベルズアベンジャーズ、ちなみに制作会社は別なんですけれどもね、こちらのアベンジャーズのゲームにもスパイダーマン登場予定なんですよ。2021年にプレイステーションユーザーにだけ限定で追加するという話だったんですけど、待てど暮らせど何の情報も出てこなかったんですが、今回やっとこちらのアベンジャーズの方にもスパイダーマンが年内に登場しますよと。はい、嘘は言ってないよね。2021年に出しますからね的な感じのノリでスパイダーマンの発表がありました。画像の方もちょろっと出てたんですけどね、ちっちゃく、確かにここにスパイダーマンいましたという感じでしたね。このゲームだけではなく別のゲームでもスパイディを動かせるというのは、本当にスパイディ好きの私としてはもうたまらない状況ではあります。まあ、先ほど言いました通り、このスパイダーマンに関しての情報はアベンジャーズ側の方の動画で紹介しようと思っておりますので、気になる方はぜひともご視聴ください。最後に気になる発売日なのですが、こちらは2023年発売予定だそうです。正直まだまだ先だなと思いますが、今の段階で一生遊んでいたいなと、そんな風に思える理想的なゲームが発売決定されたということですので、楽しみに待ちたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。